はい、おはようございます。はい、早速やりましたね。ちゃんとスローフォールのフォールで食ってきました。フォールで食ってきましたね。駆け上がりでドスンと。冬場のボラは美味しいらしいんで。あ、いや、お見事でした。開幕早々のボラチャレってことで。これボラチャレ。でも今日はあれですかね、ヒラメというよりは、ヒラメというよりはボラ。ボラボラチャレ。ボラチャレ。全員アンダーを目指して。ボラアンダー。ほんまあれです。今日は、はい、なんか、ね、青物がちょっと飛んでるっていうのをね、陸調査員が教えてくれたんで、行きましょうっていう話でちょっと集まっていたんですが、このメンバーしか浜にはいないです。いないですね。ボツにならないように頑張ります。そうですね。こんだけおるんで、ね、誰かしらなんか知らせてくれると思う。これがエンディングにならないようにどれか。大変や。おー、曲がってる。曲がってる。おーい。やあ。これはまさか。リーター。すげえ。早速のヒラチャレですね。いやー、お見事。こちら様。ここ駆け上がりが。近くて深いので、はい、手前を丁寧に探ろうかなと思って、もともと遠投あんまりできないので、もうそれだけでいいです。はい、大丈夫です。ゆっくりゆっくり巻きながら手前をですね、手前を丁寧に探っていきました。狙い通りでした。ありがとうございます。いやー、すごい。もうみんなやる気満々で。いや、これはやる気出ちゃいますよね。ちょっとほっぽり出してきたサーストライブが気がかりではあります。かかってるわ。いいコントロールですね。さすがですね。来るんじゃないかなと思ってたら来ました。あ、みんなGコンをつけましょう。Gコンをつけましょう。持ってきてねえぜ。今日サワラを狙い。ちょっとね、僕ゆるは変えていいですかね。なんかサワラがちっちゃい弁当を食べてるってことで、ちょっとフォルムのちっちゃいロングキャストをつけてたんですけど、47。あ、すごいすごい、47っすね。あ、冬の陣乗ってなきゃ。あ、そうっすね。撃ってきた。マジっすか。マジっすか。あれ、何今日。今日いけるかも、ね。いけるかもしんない。俺も投げよう。すいません、ちょっと大慌てで来たために。え、跳ねてる？嘘。ちょっと待って。あまりに寒いってことで、僕超寒がりなんですよ。で、今日ちょっとね、ご紹介したい商品がありまして、今僕電熱ベストっていうの着てます。リンモリさんっていうところから出てるね、電熱ベストを着てまして、今めっちゃあったかいっす。ボタン一つでピッてやるともうふわーっとあったかくなるベストを着てまして、かなりあったかいんで、ちょっと一番最後に紹介させていただければと思います。というわけでヒラチャレってことで、ヒラチャレ。今ね、メタル授業ちょっと当たったんですよ。あ、マジっすか。さっき、その潮目の奥っ側に着水させたんで、ベイトがぶわっとしたんで。あ、マジっすか。なんか無理かな。今日はね、なんかいますよ。マジっすか。ベイトか。まあ、今日はヒラチャレ成功。そうですね。成功で、お店さんで営業で回ってるとね、はい、あのお客さんから声かけてもらうんですけど、はい、ヒラチャレ頑張ってくださいって言われて。
というわけで成功者に学べってことで G コントロール最後ちょっとこれで勝負したいと思います。まあ僕はまあ諦めてないんですけど、はい、寒かったです。寒かったですね。寒かったです。この前ヒラメ釣ってくれて何も何もなかったね。まあまだ釣れるかもしれないけど絶対思ってない。ジローさんカメラ越しの顔はすごい寒い。いや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 何もわかんないです。何もないですか。あわら跳ねると思ってずっと上にやったんですけどね。3日前まではその辺でピョンピョン跳ねたんですよ。あ、本当っすか。あ、状況変わりやすく難しいですね。見事ボラの方を、そうですね、はい、朝一ボラ釣れたもんで、はい、よかったです。もうね、僕はね、はい、いかがですか。朝から寒くて心が折れそうです。寒かったっすね。寒いっす、本当に寒かったっすね。ちょっと一つバラしちゃったもんで、あ、それだけ、そうなんすか、うん、心残りなんですよ。こうポールエディションで、はい、こう3回しゃくって着底寸前にコンって当たって、あー、そうなんですね。で、そこで、あーって言って、あ、抜けたって今日の主役でございます。ありがとうございます。みんなね、やってるけど、さゆりさんだけで今年初ヒラメでした。あー、そうですか。そう、3ヶ月ぶり、11月の終わりに釣って以来なんで12、1、2、そう、3ヶ月ぶりです。でも通い込んだ末の結果でございますね。週5、週6できます。あらら、あら、全然諦めてないっすよね。全然諦めてまさか。ダメだ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとね、今日最後にご紹介したいものがありまして、ビンモリさんっていうところから出してる電熱ベスト、あまりにも寒がりなんで、これもうご連絡いただいてちょっとリアクションバイトしました。ここにね、あります、入ってまして、ね、付属されてないんでこれは買わなきゃいけないんですけど、これを刺して、わかります、ね、わりましたね。わかります、これ。ちょっとね、赤くなったのわかりますかね。どこが暖かくなるんですか。僕は結構あのハートが熱いんで、この辺が暖かくなります。苦笑いです、ね、大学生は苦笑いさせるの得意ですからね。ただね、一つだけ欠点あります。いいことばっかりじゃなくてね、やっぱダメなところもしっかりレビューしたいなと思いますんで、欠点はね、下半身が寒いってことです。天熱ベストだ。そうなんですね。なんでできればちょっと下半身用も出していただけたらなというふうに思います。あ、でもちょっと分かる、あったかい、分かる、分かる、分かる、電気式毛布みたいな。あ、そう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 、感じです。うまいこと言うね。その通りですよ。なんでちょっとまだ冬ね、厳しい兆候が続くと思いますんで、僕はこれ着ながらやっていきたいと思います。これで陸郎さんの神経陸郎さんの神経締めと、あ、神経締めいいっすか。神経締めしてもらえるんですか。今日は僕の神経締めでエンディングということでチャンネル登録の方をお願いいたします。よろしくお願いします。なっちゃれ